あれ？誰もいない。どうしたんだろう。ボランティア集めの期日直前だから絶対いるはずなんだけど、もしかして直接会いに行ってお願いしてるのかな。あ、誰か来たみたい。よかった、残ってる人いたんだ。上原さん。え、しおり子ちゃん、どうしたの。どうしたのは私のセリフですよ。下校時刻を過ぎたのに部室に何の用ですか。帰り際あなたの姿が見えたので様子を見に来たのですが。みんなに謝りに来たんだよ。あの、私間違ってて、そのことをみんなに謝らなきゃって思って、それでもう一度ボランティア集めを手伝いたいの。そのことでしたか。残念ですが皆さんもう諦めたようですよ。え？ボランティア集めは期日までに達成できないという結論に達したようです。1000人ものボランティアを学生が集めるだなんて、そもそも無理な話なんです。もしかしたらという思いもわずかながらにありましたが、焦りからの強引な誘いが良くない評判を招いてしまったようですし。それってネットの書き込みのことだよね。しおり子ちゃんも知ってるなら同好会のみんなだって知ってるんだよね。おそらくは。でも書かれてることって全部憶測じゃない。あの子やみんながどんな気持ちでスクールアイドルフェスティバルの開催に向けて頑張ってきたのか誰か説明してあげなかったの？ネットに書いてる人たちだってきっとわからないだけなんだよ。ちゃんと説明してあげたら分かってくれるはずなのに。私このままじゃ嫌だよ。多分みんなに全然伝わってないんだよ。みんなあの子のこと誤解してるの。スクールアイドルじゃないからスクールアイドルの気持ちがわからないとか、そんなこと絶対なくて。上原さん、私たちがどんな思いでスクールアイドルをしているのか、どんな気持ちでスクールアイドルフェスティバルをやろうとしていたのか、ちゃんと伝えたい。もともとはスクールアイドルフェスティバルの開催を楽しみにしてくれてた人たちだもん。ちゃんと伝えれば絶対絶対協力してくれるはずだから。だから今そういう気持ちにあふれているのはあなただけですよ、上原さん。あの方も他のメンバーももう打つ手がなくなったようです。みんなに伝えたいというならあなたがやらなければ。できますか？もちろんだよ。それはもう一度同好会にスクールアイドルに戻るという意味と受け取っていいですか？それは私みんなにひどいことをしちゃったから。単価を切っておいてなぜそんな及び腰なのですか？やりたいのならやりたい、そう言えばいいのです。気持ちに嘘をついても辛いだけですよ。私は知ってます。上原さんは同好会の誰よりもスクールアイドルに一生懸命で、誰よりも努力をしていました。大好きじゃないと絶対にできないことです。だから自分の気持ちに素直になってやりたいことをやるべき、それに気づいたから今この場所にいるんですよね。しおり子ちゃん、私スクールアイドルを続けたい。スクールアイドルも同好会のみんなも大好きだから伝えたい。この気持ち、みんなのこと、本当のことを全部全部伝えたい。ようやく気持ちが固まりましたね。その言葉を待っていました。私にも協力させてください。
あなたの気持ち、伝えたい思いを動画サイトで世界中に配信するんです。善は急げ。その気持ちの冷めないうちにやりますよ。私が準備をしている間、あなたは話したいことを原稿にまとめておいてください。さあ、配信の準備は全て整いました。何から何までお任せしちゃってごめんね。気にしないでください。生徒のために尽力するのが生徒会長の仕事ですから。それより原稿はまとまりましたか？いろいろ考えてみたけど、私原稿はいらない。今の自分の気持ちをそのままみんなに伝えようと思うの。一つだけ、誰にも負けないって自信を持って言えること。誰にも負けないこと？あの子のこと。私、あの子のことは世界中の誰よりも一番わかってる。だから、それを伝えようと思うの。どんな人がスクールアイドルフェスティバルの開催に向けて頑張ってきたのか。あなたなら、きっとうまく伝えることができますよ。では、カメラを回します。いいですか？